実はさっき言った、そのバカバンとバキの服装の関係については、もう全共闘時代、まあフォーク世代の人たちがもう十分議論してはんねん、実は。有名なネタやな、それな。音楽関係者の中ではな。で、どっちも富士って、富士って。二人じゃないよ、二つじゃないよ。な？もうこれも伝統のネタ。今から言うネタ回しも伝統のネタ。音楽関係者はね。まあ、フォーク世代、系統な。まあ、おっしゃったら日本の音楽、日本のポップスって言ったら、おっしゃったらフォーク世代か。フォーク音楽か。ネタを共有しても、フォーク世代とロック世代、あるいはブラックミュージック世代。ネタ共有してるわけだ。面白いだろ。特に、うちがお伝えせんのうちの、白人の伝統音楽と黒人の伝統音楽、両方ある。それで、その方の融合音楽、3種類全部あって。で、富士って2人じゃない。つまり、バカボンとバキは同一人物ってことかと思ったら、富士は2人おる。中塚不二夫が1人いる。作家は3人で富士、3人の富士。で、キャラクターは同じ服装で、一人は人間、一人はバケ。ところがそこにもう一つ、峰不二子が登場する。峰不二子の不二も、二人じゃないような、モンキーパンチの。モンキーパンチの柳瀬隆の時はそうじゃないけど、でも同世代じゃん。フリーダ格やったんちゃうの？モンキーパンチさんがあの世代の。ほんで、松本零士さんとモンキーパンチさんが実は両巨頭やったじゃない。あとは、それとトップが徹子さんですね。徹子さんの上は多田水門さんね。で、結局、両巨頭、両輪がね、馬車馬両輪みたいな、松本零士さんとモンキーパンチさんで、モンキーパンチさんの方からは劇画系の人たちが回ったんですよ。つながったと。で、松本零士さんの頃は上流漫画とかもつながるでしょうし、手塚先生からも。で、ちょっと前に言ったかな、要するに竹宮慶子さんと萩尾望都さんの同一性、どっちもなんかレコード発売してるけどな。 怖いで聞いたら。 こちらが中学の高校ぐらいから大騒ぎになった時、竹宮慶子の方、これは何だろう、友達、学友が言っとったの。あ、鍵かっこつけたいのさ。それは、して、ほんで、柳瀬隆先生、あの時代の、応募してるときょうと、で、そこで先生の娘なのかな、どうなるんでしょうか。で、柳瀬隆先生の方からは、童話作家につながってるよ。窓道さんとか、谷川俊太郎さんとか、バッチリにつながってる。それが大体その、日本魔術師連盟とかな、の構造な。で、もちろんその SF 作家にもつながっていくね。で、そこからゲーム作家につながっていく。その要になったのが、栗本香織先生が亡くなってくる。もちろんおばちゃんみたいな。うちに一回来たとか、二回来たとか。残念ですよ。まあ、ムーミンみたいな顔してるな。受けたことばっかり言い過ぎてるのかな、うち。何の話か分からんなってやろう。富士のこと、富士。な？峰富士子と赤塚不二夫と富士子不二夫の富士、全く同じ。というか、二つじゃないよ、二人じゃないわね。三つの富士。と、で、おばきゅうと、バカバンとおばきゅうの引用関係。引用関係ある、色も。で、うなぎの長っぱ。ね、何かが起きたね、あの時代。第一、いろんな予言では、1970年世界滅亡端の時、大騒ぎになった。計算によるとそうなるよーって。ほんまに滅亡したんちゃう？って迷ったやろ。その後の世界じゃ、これ。言ったやろ。 だって、あの時代までめっちゃみんなリアルやったもん。いや、それは憑依だよ。あの時代だと憑依が減ったんだよ。でも、その後増えたんだよ。
何やったんだ一体何だろうね本当だね、どういうことだろうね、もうわからないね。なんかうち生まれる前にな、必ず見るね、まあ、角まで生まれるバージョンだけどね。あやせでもそうかな、うちあやせで生まれたバージョンはちょっとあるのかな、あすかはないやろうけど、うちにもあるような気がする。まあさらにとして、北朝鮮の核ミサイルのシーンから始まるね、うち角まで生まれるの時全部こうやって滅んだからな、やり直そう。で、いつも1970年1月1日生まれる。ああ、何回も繰り返した本当の男の子にやって生まれてくるなぁとかね。これじゃまずいなぁとか言って、女の子で生まれたバージョン戻そうとか言って、無理でガッコーンって殺されんのうち。いつも。で、それで、あれ生まれたって言ったら、これ生まれたって言うのって。ていうか、物心ついて殺されてどうの子供って言われたの。それ聞こえんの最初。物心つく前にね。実は。生まれてすぐ。ほんでこんな風な手術をしてるなって見ちゃったらあれのどうやって、どうやって。じゃあ基本稲荷やんかうちと思うけど、自分稲荷だからな、自分自身に言っただろうと。男の子で生まれちゃいけないんだけど、何回も張り飛びしてるうちにくっついちゃう。男女の生殖細胞です。まずいな、これ。この上発生なんでこんなこと起きるのか。だから一遍殺そうとか言って、いろんな方法で殺されてる。2階から階段の下まで突き落とされてるな。その時の筒がこれやね。釘のな、まあ、家のヘッドの方だけどね。そうそう、切れてパッパックって切れたらしい。3歳になる前に言ってたけど。怪しいことだからだらけでしょ。で、その性転換が起きたのもどうだ。3歳になる前。で、実は関西だては診断書こそないものの。だって、先生もどうしていいかわからなくてって言ったって。女性って4つの検査して、すべての検査で女性って言ってました。で、CT、MRI、それから、カウンセリング、そして脳が4つの検査で。で、自我もですかってそうです。卵巣とカウンセリングと、脳がね。嘘発見権。それで、脳は、あれ、嘘発見権で、脳の先生なんか、いろいろ喋りかけあるやろ。で、事情とか、なんかそれなんか聞きあるやろ。関西ではそうやってね。まあ、関西で、県って言ったら、もともと県藩やし、県藩同士さん。うちのおじいちゃんが、五代友先生の一応二番弟子の形。ほんと五代友先生の上司に当たるのが、うちの祖父やったけど。でも、学問上二番弟子。弟子になって。で、土井社長、県藩電車と、関西電力の創業者の一人である土井社長が五代友先生の一番弟子。水道水にこう向けまあ弟子じゃないよ。弟子でいいじゃないですか。言ったったか知らんけど、いやダメだって。やったかったみたいな。五代先生の。ちょっと話しながら。